はい、皆さんこんにちは。小学4年生の算数と国語をやっていきたいと思いますね。今日はですね、割り算、2桁の数の割り算ということでですね、実算をやっていこうよってことです。まず135割る15なんですが、2桁と2桁の割り算の時はまず2つ、左側の、ね、2桁の数字、まあ、ここらの5はちょっと見ないとして13ですね、か15で割れるのかどうかをまず考えるんだけど、ちょっと無理ですよね。割られる数の方が小さいと割り算できません。ですので135割る15をもう1回でやっちゃいます。はい、その際にですね、まあ、やはり1の位同士を隠していくと13割る1になるわけですから、まあ普通13なんだけど当然2桁は無理ですよね。そういう時は1桁の中で一番大きい数字を一番右端に書いてもらいます。9ですね。ちょうど9、5、4、15、9、1が9で13で、おあまりなくなりましたっていうんで1回で済みます。253割る27に関しましても、やはり25割る27ができませんので、こういう形で隠していくわけですよね。はい、そんなわけですから、やはり9を持ってきてもらうと、9、7、6、13、9、2、18、18足す6だが24なんで、あまり出ますよ。あまり10という感じですね。こういうふうに持ってきます。他にも8だったり7だったりのパターンがあります。9でちょっと大きかったら8にしてください。8でも大きかったら7にしてください。もう1個ずつ減らしていくんだよって形ですね。で、今度の384割る22なんだけど、今度38割る22見るとできますね、できますね。3割る2でね、1っていうのを持ってこれます。そうすると22になりますので、引き算しますね。61で4、164になります。はい、ということなんで、16割る2で計算するから8になるんだけど、まあ8に16でね、こっちも2がありますんで、当然繰り上がっちゃってますから、増えちゃいます。なんで7にしてもらって、7に14で、7に14で15。で、余りは10で、こんな感じになるでしょう。はい、これも90割る41で9割る4をやってもらいます。2ですね、2、1が2、2、4が8。そうすると、引き算してもらうと8になって2になるから、もう1回2でやると8、12で余りは0、こうなっちゃうね。で、560割る34の56割る34、5割る3だから1を持ってきてもらって34ですね。2で2で0。はい、そうすると22割る3だから、3、7、21なんで7で決めよう。7、4、28、7、3、21、あ、超えちゃうね。超えちゃう場合は残念だけどダメなんで、7はちょっとなくしてもらって6にします。6、4、24、6、3、18、10、20ですね。で、10から4って6で1ですね。16、あまり16、こんな感じになります。そして720割る36の内容に関してなんですけど、7割る3だから、まあ、2ですね。2、6、12で、2、3が6で72。もう0だけ残ったっていう時は上にも0をつけてください。こんな形でできない時には0を持ってきます。20ですね。こちらも1を持ってきてまで72ですね。8から2引いて6、6を下ろして6、66は計算できませんので、やはり0を持ってきます。10余り66。はい、5割る1なんで本来5なんだけれども、やはり5だと超えちゃうから4でやってみる。4が32、あ、72になっちゃうから超えちゃいますね、今ではね。じゃあダメだ、3にしよう。3パ24、3じゃ3、4、5、おいけたね。で、3だけ残ったんで計算できないから0、30余り3。こういう形ですね。このやり方も、まあ、よくよく確認しておいてもらいたい。できない時は0いるんだよとかですね。はい、では次、国語にちょっと移りたいと思いますので、1段画面変わります。はい、チェキです。はい、ではやってみたいと思います。括弧1番から見ていってください。一つだけちょうだい、これが、ユミコのはっきり覚えた最初の言葉でしたとありますが、ユミコは一つだけという言葉を覚えたなぜですかということですよね。はい、これに関しましてはですね、18行目、まあ、戦争中のお話で食べるものが本当なくてね、苦しい思いをしてたわけですよ。で、その時ユミコがですね、結構やっぱり何か欲しがるんですよね。まあまだちっちゃい子ですからしょうがないですよ、それはね。なんでその時にお母さんがですね、一つだけよって言って分けてくれるんですよ、自分の分をね。なんでお母さんのですね、口癖だったからですよね。こんな形でですね、書いてみてください。で、ご飯の時にどのようなものを食べていましたかということで、今で言うお米なんて食べられなかったんですよね。こちらの方に関しては7行目にお芋や豆やかぼちゃだったんですよね。
はい、そして、もっともっとと言っていくらでも違うんですとあります。そんな時にお母さんどうしましたかっていうことで、先ほど言った通り自分の分から一つ指輪に分けたんですよね。で、一つだけちょうだいとあります。その言葉と対になる意味、ここちょっと皆さんちょっとピンとこなかったみたいで、対っていうのは反対、反対の意味合いですね。はい、それがね、お父さんのセリフ25行目をちょっと見てもらうんですね。25行目にみんなちょから山ほどちょうだい、こんな形で入ってもらうでしょう。で、お父さんが書いた名器をついて言いましたとありますが、この時お父さんの気持ちとしては、いいだよね、由美子のことをかわいそうに思って心配してます。で、お父さんは決まって由美子をめちゃくちゃに高い高いするのでしたということで、由美子高い高い好きなんですよね。なんで、そのせめて今だけ喜ばせてやりたいっていう気持ちなんですね。はい、というわけで今回ここまでとなりますね。皆さんですね、よく読んで確認しておいてください。来週の火曜はお休みでございます。再来週ね、お盆明けで、よろしくお願いいたします。ではまた。